山あいマーケリアラスライオカーペは、東大草花の草本の一つ。イニシエより染料として用いられた。ただし、普通は青にはならない。小型の多年生草本。地下茎が横に入り、繰り返し分子し、群落を形成する。地下茎は生地には白いが、乾燥させると紫色を発色する。地上の茎は立ち上がって高さ30から40センチメートルほど。 茎の断面は四角で角は量になる。葉は耐性で、皮脂系の卓葉がある。葉芯は長打炎円状皮脂型から、卵状大型で、長さ10センチメートル程度。先端は尖り、基部はやや幅広く、円には巨子が並ぶ。葉の面にはまばらに毛が生えている。長い傭兵がある。下記は4から7月、茎の先端の型の葉液から果樹を出す。私有一種、お花女。 メバナジョともやや相乗に見える水上下女となる。花は間を置いてつき、特にメバナジョでは花数が少ない。オバナでは、花碑は膜室で敷石状に配列し、つぼみでは閉じて、額全体で休憩をなし、開花すると散列する。湯水は10から30本あり、仮湯水はない。花糸は互いに融合せず、歌唱の中央から束になって出る。約は二室、基部まで互いに離れ。 はじめ下向きに垂れるが後に上を向き、外側上あつらで縦に裂ける。目花では、下皮は3、花板は2列して、それぞれ先端が非神経の突起として突き出す。その間に脂肪があり、脂肪2室は、この突起2本に挟まれて、左右に突き出る形になる。中等は2個、脂肪の角質には、胚珠1つのみを含む。果ては荒れ型で、契約5ミリメートル、表面に突起があり、 こなすと二つの昇級に分かれる。種子は休憩。和名は、いわゆる愛が畑にできるのに対し、山に自生することから、本州から琉球列島にかけて分布し、国外では、朝鮮、中国、台湾、インドシナに知られる。山林の支度者として群生している。本州の所属する山愛族マーケリアラスは、ヨーロッパからアジアに七種が知られるが、日本には本州のみが知られる。 本種は日本では最も古くから用いられた染料であるとされている。中国から愛や琉球愛が伝わる以前から本種はすり染め用の染料として用いられた。万葉集や源氏物語にもその名が挙がっており、皇室が神事に用いる小弓衣の染料も本種が使われた。生の葉を布にすりつけることで染色を行い、それによって出る色は青ではなくて緑である。 山あにはインジゴが含まれておらず、青は出ない。文献では、山あいりは、青色と記されている。蒸気のい弓衣は、紅れないの長紐をつけた、青すり衣であり、それを染めるのに本種が使われたという。ただし、日本語の、青が現在その名で呼ばれる色を示すようになったのは、室町以降ではないかとも言われ、それ以前には緑色も含めてこの名で呼んでいたと、考えられる。 ただし、それはやはり青色だったのではないかとの判断から、本詞を使い、何らかの手法を加え、青にすることができたのではないかとの検討も行われている。研究により、地下茎を乾燥させて、細かくして水で抽出し、銅を焙煎に用いることにより青色を定着させることに成功している。他方、そのような文献に研究がある山合いが、実際に本詞を指したのかどうかについて、 疑問を呈する声もある。それによると、山愛が日本最古の占領あるいは日本独自の占領とする通説はあるが、その裏付けとなる文献がごく少ないこと、またその植物が本種であるとの文献も、江戸時代以降にしか存在しないことなどを挙げており、あるいは単に山で採れる愛のような植物の意味であった可能性にも触れている。愛と呼ばれるが、実際には、 青い色素を含まない。しかしながら、本種の地下茎は乾燥させると紫になるため、青の染料になるとの誤解がある。また愛や、琉球愛と混同されることもある。さらに、明治の初めの頃、鹿児島地方で栽培品の琉球愛を、山愛と呼んだこともあり、混乱を助長したらしい。実際には、愛のように神前の方法で染めても青くはならず、緑色になる。山愛以下、 主として、佐竹ほか、P229 から230巻の、P350 巻の、P350 巻の、P350 佐竹ほか、P229 から230島袋、P57 畑山、P52 前田、P74 から75万用の山合い染め、前田、P121 から122亀岡ほか、P1217 佐竹ほか、 p 2 3 0 w ィキメディアコモンズには山合いに関するメディアがあります。ありがとうございます。